例えばリューチェルさんとかってから生まれてくるんですよね。親の立場で大事なことは子供には絶対言っちゃいけないんですけど、親の人生が楽しくなるために子供は存在しています。初婚ですが子供を作るか迷っています。甥っ子にさえムカついてしまうし育てられる自信がないのですが、子供を作らないという選択にどうしても行ってきません。今弟2人でも楽しいですが、何年後かに子供を産んでおけばよかったと後悔するのではと思って自分もいてもらっています。ゆうきさんも迷いありますか？作ってダメだったら里子に出しちゃえばいいんじゃないですか。日本ってその里子というか養子制度って割とちゃんとしていて、あんまり知られてないんですけど、養子を欲しがってる人って結構いっぱいいるんですよ。産んで育ててみて、あ、これ向いてないわって分かったら別に養子に出していいと思うんですよ。無責任とかさ、サイコパスって言われるんだけど、産んでみたら自分は育てるのに向いてないってあると思うのよ。例えば俺漫画家絶対向いてる、漫画好きだしと思ってなってみたら全然漫画描くの嫌いだったわとかもあるじゃないですか。子育ても向き不向きは実はあるんですよ。子育ての向き不向きがなくて、母親は全員子育てが得意であるっていう思い込みが間違ってると思いませんか？母親はさ、子供に対して愛情を 100% 注いで育てられるっていうさ、前提を皆さんお持ちなの？そうじゃない人もいるじゃん。いや、もちろんね、生まれて自分の実の母親と実の父親に育てられた方が良いよねっていう理想はわかります。でもさ、世の中理想通りになってるんだったらさ、ネグレクトされてる子供なんているわけないじゃん。いろんな事情で子供の世話できなかったり向いてない人って世の中いるのよ。でもさ、子供を里子に出すとか養子に出すっていうのが間違ったことだっていう価値観があると、虐待とかしたりさ、ネグレクトとかしたりさ、子供を YouTuber にして金稼いだりとかさ、おかしなことを始めるわけよ。それやるぐらいだったら育てるのができるまともな親に預けちゃった方がまだマシじゃん。だ、例えばその若い男女でさ、子供を産んで仕事忙しいからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに任せますとか、あとおじさんの家に任せますとかさ、親族に任せるっていうのは割と日本って昔から普通にやってたのよ。親族に任せるって他人に任せるってわけじゃん。他人に任せるっていうので、ちょっと前なんて農村の時代とかになると、日本って同じ村の人たちでみんなで子供を育てるっていうのをやってたから、子供同士で集まってるし、そこの世話をするのはその村の誰かっていう感じで、親が直接やらなきゃいけないっていうルールって多分ね、昭和の戦後以降の話だと思うんだよね。親族と他人は違うでしょって言うけど、昔のその農村とかは他人がやってたのよ。その寺がに預けてて、お寺に子供が集まってて、そこでなんかさ、あの一番年の高い子がなんかリーダー格みたいになったりっていうので、社会として子供を育てるっていうのは昔は普通にやってたのよ。ロシアとかだとさ、なんかソルフォーズ、コルフォーズとかなんか教科書でやったと思うんだけど、子供を集めて育てるってやってたし、イスラエルだとそのキブツっていうところで子供集めて育てますとか、社会として子供を集めて育てるって他の国でも普通にあるのよ。で、日本もあるのよ。今の人たちが知らないだけで、戦前とかは日本普通にそれやってたのよ。他人の家の子供が家にいるのが当たり前だったし、居候も当たり前だったのよ。昔の日本ってなんだかわからないおっさんが家にいるは結構普通だったのよ。食客っていう、食べる客っていう言葉があるんですけど、食えねえっていう人がなんとなく家にいたりとか、なんか食えないっすって言って寺とかに行って1週間ぐらいいてもいいけどちゃんと仕事探しなよみたいなところで、食えないやつが寺にいてなんかお寺のお手伝いをしてるとか、他人の世話を社会がするっていうのって昔から結構当たり前にあったんですよ。書生っていう、文書の書に生きるで書生っていう字もあるんだけど、若い男の子がお金持ちの家に入り浸って食事とかもらいながらなんか勉強してますとか学校行きますとかっていう、森助さんもともと居候なんだ、あ、そうなんだっていう感じで、他人が家に着くって当たり前で、そんな感じで子供を世話をするも当たり前だったんですよ。明治大正とかの学生って書生とか他人の家にニートみたいなことしますよね。心に出てくる主人公とかもそうですしね。子供育てるのが難しいと思ったら、僕はさっさと社会に任しちゃっていいと思うんですよ。僕の知り合いでその養子受けた人いるんですけど、すげえまともなんですよ。共働きで稼いでるし、人間としても結構まともな人で、養子欲しいよねって言ってなんか登録して、職業とか資産とか生活環境とか、養子を受けた時は奥さんは仕事辞められますか、全然辞められますみたいな、そういう状況までして、でも養子もらえるのにね、2年ぐらいかかったのかな。
っていう感じで、養子の需要って結構あるんですよ。まともな人がちゃんと育てたいと思ってるので、僕は養子の制度でいいと思うんですよね。フランスの今の教育文科省的なところの大臣で女性の人で、韓国系の人種の人なんですよ。生みの親は両親韓国人なんですけど、養子に出されて受け取ったのがフランス人夫婦で、フランスでその家庭で育ってフランスの教育を受けて、頭は良かったんだと思うんだけど、養子受けるぐらいだから家も金持ちだったと思うんだけど、ちゃんと教育をして、その結果まあいい大学行ってトントン拍子に出世して大臣にまでなったんですよ。外国人の養子ですよ育てるのが得意な人っていうのは世の中にいるので、そういう風なのでいいんじゃないの。養子の話はいいから質問答えてあげて。ごめんなさい。子供を育てる上で子供に対して大事なことと親の立場で大事なことって何ですか。親の立場で大事なことは子供には絶対言っちゃいけないんですけど、親の人生が楽しくなるために子供は存在しています人生って自分のためにあるんですよ。子供の人生が第一だみたいなことを言い出す人いるんですけど、子供を幸せになるために子供になんか一生懸命勉強を無理やりさせて塾とか行かせて、それは子供のためだとか言うんですけど、それで本当に幸せになるかっていうと、結構そうでもない例をよく見るんですよね。恋人だろうと奥さんだろうと、まあ旦那さんだろうとパートナーだろうとあるんですけど、基本的にはその自分自身が幸せになるために人が来てますと。自分が幸せでない人って他人の幸せにするのも難しいのと、あと他人の幸せを望めなくなるんですよね。自分すげえ苦労してるから、他のその同じ高校の友達とかが就職に失敗した話を聞くと幸せになるとか、あいつこければいいのにとか、高校の同級生でなんか芸能人が出たとかになると失敗すればいいのにとか落ちぶれればいいのにみたいな、足を引っ張ることを期待し始めるんですよ。それって周りの人が失敗しても自分が幸せには全くならないんですよ。周りに不幸な人を増やせば増やすほど周りの人が頼りにならなくなるんですよ。逆に周りが成功する環境にいるとめちゃめちゃ頼れるんですよ。僕割と周りに成功してる人が多いので、すげえ腹減ったんでおごってくださいって言っておごってくれる人100人以上はいると思うんですよね。連絡先持ってないけど僕がお金持ちになった運の前で、その大学の友達とかでも腹減ったからちょっと飲み行かね、おごってくんないって言ったら多分大学の友達おごってくれると思うんですよ。っていう感じで、その割と就職してうまくいって家庭持ってるみたいな友達もいっぱいいるんで、寿司マジ食いたいんだけどどうって言ったら、まあ久しぶりだし寿司ぐらいいいよって言ってくれる人はやっぱりいるんですよ。成功した西村ひろゆきだからとかと関係なく、僕昔からそうなんですよ。高校生の頃も友達のにたかってたし、大学生の頃も友達にたかってたし、周りの人が豊かだからたかれるんですよ。僕、まあ、缶ジュース買わないって話は何回かしたことあると思うんですけど、本当にお金なかったからお金使わないという生活をしてたので、周りの人の方が豊かだよねっていうのは周りの人も僕見て思ってたんですよ。いつも同じ服着てるしみたいな。飯くれとか止めてくれは言うと大体誰でもやって許してくれるんですよ。で、それは彼らが豊かだからで、ね、飯をおごる金ないとか、止めようにも、その、止められるような部屋なんかないよっていう人、やっぱ止めてもらえないじゃないですか。僕、周りに幸せな人が多いので、そこにたかるっていうのができるので、周りの人が幸せになった方が、たかりやすい。たかるためには、周りの人の幸せがあった方がいいし、なので僕、周りの人が成功するためには、ちゃんと、協力しますよ。アドバイスしたりとか、こうした方がいいんじゃないとか、その後たかれるし。小学生の子を持つ親です。田舎は東京に比べ子育てに不利だと思いますか。思います。森の高校に1時間ぐらいから場所に住んでいます。進学することで人生の選択肢が増えると思ってます。はい、だと思います。田舎にもよるんですけど、例えば偏差値60以上が当たり前という学校の人たちのものの見方とか、東京に住んでるとその、まあ、歌舞伎だったりとかって普通に見たことある人いっぱいいるんですよね。中学校の時に僕そのなんか社会科見学みたいなので確か歌舞伎を見たんですけど、歌舞伎座だったかな、うん、演劇見たりとか文化に当たり前に触れるんですよね。上野の国立博物館とかも小学生ぐらいの時に行ってるかな。東京都内の博物館とか、あの千代田区にある科学技術館だったりとかっていう感じで、当たり前のように美術館とか博物館とかに触れるんですよ。田舎の人たちって一切触れないじゃないですか。だってないんだもん、しょうがないよね。文化的なものが当然、じゃあなぜできたのかとか、どういう価値があるのかっていうのも当たり前に受け取っちゃってるんですよ、都会の人は。でもその田舎の人たちって教科書は同じで、その教科書の学問は
同じようにやってると思うんですけど、教科書外で教養として言われるような、そのある程度物知ってる人ってこれ当然知ってるよねっていう部分が田舎出身だと完全に欠落しちゃうんですよね。教科書とかテレビで手に入る情報は全て知ってますと。でも図書館もそんなに蔵書がないので読める本も限られてますとかっていうので、その教科書テレビとかっていう王道メディア以外の情報がかなり欠けてしまうというのが長期的には損になるんじゃないかなと思いますけども。